今やバラエティで大活躍中の16号菊池亜美がメンバーの知られざる実態を暴くコーナー、アミトーク。今日もアミトーク始まりましたけども、はい、やっていきたいと思うんですけど、うん、私今思ったんですけど、マスモさんって普段何してるんですか？普段ですか？まあ、気にならないみんなね、うちらのことはこんなやってんのに、なんか、マスモさんってさ、うん、何してると思います？まずどういうイメージですか？だって女の子は絶対いないじゃないですか。だってさっき、性格が柔らかめで、僕のこと大好きな人紹介してって言ってきましたから。お前はすぐそうやって言うな。絶対今いないから、いないからもう。だから俺は外に出たいんです、本当は。外に出たいけども友達がいないから、その引きこまらされてるんですよ。ああ、じゃあうちらとでも遊びます？いやそれは一番寒いな。プライベートでアイドルで聞くけど、飲み行くぞ。それはそうです、ね、かなりダサいんです。すいません、ごめんなさい。まさかの断られて、まあいいんですけど、全然。はい、それではこちらの方々です、どうぞ、うん、これ見て、羞恥心ゼロアイドリング。違うよね。見て見てるじゃないですか。見てわかる。今度は羞恥心ゼロ。さあ、それでは皆さんは何アイドリングですか？はい、せーの、私たちディズニー大好きアイドリングです。ディズニーランドを愛してやまないこのメンバーのそのこだわりの楽しみ方とは一体？行きます？行ったことありますよ、何度か。でも そんなに頻繁には、そんな頻繁には行かないですね。でもみんなは結構ね、頻繁に行きますよ。どれぐらいの頻度で行くんですか、うん、私一番行ってた時期は2週間に3回行って、そこら辺のカラオケに行く感じのノリでディズニー行こうよって言って、まあ、結構行ってますね。2週間に3回ってことは1週間に1回か2回ってそう行ってました。俺がしるしるみしるで今時間に通う回数ぐらい。1週間に大体3回ぐらい行ったのね。結構取りに行くから。ルーリーは私は1年に2回ぐらいですね。あ、それ、いやそれでも多いと思うよ、行ってるよね。もう少ないけど楽しむみたいな。もうめっちゃ楽しみます。朝からギリギリ夜までずっといます。朝一で行くの？始まってすぐ入れるぐらいで行きます。ミッキーまだちょっと目腫れてんじゃないですか？何が好きなの？あのアトラクションとかいっぱいあるじゃん。いやもうスプラッシュマウンテンとか。スプラッシュマウンテンのさ、息道めっちゃ歌わへん、あれ。何歌うの？エグザイルとか歌うの？歌うっていうからヒット曲なのかなって思って。そこで流れてる曲があるんですよ。ディズニーランドのスプラッシュマウンテンといえばジッパディドゥーダーという曲が。なんか私も好きなんですけど、あの乗り物と名前あんま一致しなくないですか？それはもったいない。もったいない。ビッグサンダーマウンテン行こうって言ったら何って感じですか？どれだっけ？ビッグサンダーマウンテンはどんなやつ？山の汽車のね。そう、汽車ね。そうそう。なんかそれこう、こんな感じで。あったね、あるね。一番でっかいやつ、山があって。あれ人気あるよね、すげえ並んでる。行列あれ、すんげえやつ。スペースシャワー TV って言いそうになったよ。スペースマウンテンね。スペースマウンテンはなんか暗いからどっちに行くか分かんないじゃないですか、マウンテンの時に。だからもう怖くて、それがでも楽しいですね。分かる。わざと身を委ねるんですね。構えないでわざと身を任せて、もう行かせないで。それ上級者の遊びだから。そう、力を使って構えたらダメだ、もったいない。でも別のね、その遊園地とかでもたまに見たことは、多分何回もこの人乗ってんだろうなって人が多分うまいのもんね。それやっぱ何回乗ってもそういう楽しみ方もあるんですよね。ちーちゃんの自分なりの行った時の遊び方って何？だいたいディズニーランド着いたら右回りに
進みます、私は。最終的に最初の位置に戻ってくるから、うん、スペースマウンテンの方から始まって、あ、そっか、乗るところと降りるところもうまくこう右回りに合ってんだ。そうなんですよ。だから最後カリブの海賊を乗って一周一応するみたいな。なるほど、はい、考えたことない。いや、みんなただ楽しんでるだけじゃなくて、意外と頭使って、そうね、その日の天候と混雑具合を見て、あ、今日はこれから回ろうっていうのを瞬時に考えて行かないと、ね、乗れないよね。もう楽しみぞっていうのを。そうそうそう、雨の日にしか行かないんですよ基本。え、雨の日の方が空いてるんですよ、確実にやるし。雨の日にしか行かないなくて、伊藤さんが言ったらすぐ雨が降っちゃうから。彼は雨女じゃないの。雨女じゃなくて、もうカッパ装着してカチューシャをして行くんです。あ、私もカルマさんにもお土産を買ってきて。どうですか、ちょっとつけて、なんか変わりました？変わりますよね、これ ね、いろいろね、テンション変わりますね。僕も楽しくなってきちゃった。この楽しさ伝わりましたか？皆さんもディズニーランドに遊びに行きませんか？